すごい見られている前で踊るってこんな感じなんだっていうのを実感したのと、意外とこう楽しみになったとかが普通だと思うんですけど、結構初めて一番、今まで一番でかく悩んだかなって感じがしました。デビューして結構今までグループのみんなの相談とかを乗ったりとか、周りをみんなをどうかなって見てたから、なんか自分のことより割とみんながどうかなとか、みんなでどうしたらいいかなばっか考えてたから、実際デビュー迎えたら、その自分の結果とかが見えるじゃないですか。そうなった時に、あ、自分もっと頑張んなきゃだっていうのをすごい感じたのと、よくわからないモヤモヤで落ち込んだんですけど、でも裏に戻ってなんかすごい泣いちゃったんですけど、それで植木直さんがに話してて、でそしたら、じゃあこれから頑張れ、それの分頑張れるねって言われたから、これからもっとちゃんと自分のレベル上げていくことを考えて頑張ろうって思えた一日でした。デビューライブでどの人が、この見てくれてる人が誰に目がいってるとかも見えるし、特典会とかでもどの人がどの人に興味を持ったのかなっていうのがもう具体的にちゃんと目に見えるようになったじゃないですか。そしたら、なんか今までのどこか客観的にいちゃった自分は、なんかみんなが悩んでるとこ見てきたから、あ、こう頑張る理由ができたなとか、こうみんなを肯定してくれる、自信持たせてくれる存在ができたんだなって思うと、すごい嬉しいっていう自分もいたし、ってなると自分のまだ足りなさを改めて初めて実感して、自分と今まで向き合ってるつもりだったけど向き合ってなかったことに気づいた日でした。もうそれ考えると泣いちゃうんですよ。なんかだから髪切りました。本当に落ち込んで、結構すごい落ち込んだし、なんか今までもなんか普通に学校とかで生活してても、人に何かするのがすごい好きだから、なんか人のことばっか気にしてて、結局自分のことを忘れちゃうっていうのが今までずっとだったから、あ、それだって思って、だからいい機会でした。すごい環境だなって思います。なんだろう、すごい、その植木さんとかしおりちゃんとかはもともと経験されてた方だから、もう私が今悩んでるようなことをたくさん乗り越えられてきた方じゃないですか。だからそうです、すごい、そのそれぞれの方の言葉がすごい刺さるんですよ。教えてくださった時に、うまく踊るとか振りをちゃんと踊るとかじゃなくて、伝えることをが一番大事だからみたいな言ってくださったじゃないですか。それで、あーってすごいハッとしたし、そういういろんな経験をされてきた方の言葉を聞けると、なんかハッとすることが多くいいし、その他のたくさん支えてくださってる方がいるんですけど、みんなさ、すごい私たちのこと分かってるじゃないですか。本当に分かってくださってて、だから自分が共有、自分のことを話してなくても、なんかいつの間にか察されてたりとか、もうお見通しな感じだから、気づいてないところで支えられてるなっていうのはすごい感じます。デビューライブがすごいでかくて、落ち着いてるねって言われるんですよ。でも実は家族の中では末っ子だし、そういう実はお姉さんだけど、実はツッコミどころがあるんだぞみたいなとこを知ってほしいです。なんかギャップじゃないけど、自分も
なんか親しみやすく、お姉さんだし落ち着いてるから子なんだねってより親しみやすい面を知ってほしいです。お姉さんになるぞって思ってやってたけど、その素は結構そうじゃないですか。だから素をで出してていいなって思ってきました。